人生すべてが暇つぶし。はい、よすけです。今日はですね、カリマトリビュート40の紹介をしたいと思います。最近買ったいいものの一つですね、何がいいかって、カリマで40リットル入るんですよ。それで十分じゃないですかっていう話なんですけど、特に何がいいかっていうとですね、とりあえず2層になってるんですね。で、止水ジッパーとかでもないですし、外側のコーティングも撥水的な感じなんですけども、ですね、なんと中にですね、レインカバーが入ってるんですね。であれば、正直外見はそんな感じじゃなくてもいいんじゃないかというところで、今回この40を買いました。で、今持ってるのが、今使ってるのはですね、よいしょ、マムートのセオントランスポーターなんですけども、ちょっとそこにちょっと軽い、あれ最高なんですけど、ちょっと不満がありまして、これね、チェストベルトとヒップベルトがないんですよ。なんで、超重たいもの持って移動してる、例えばその GH5 持って移動してる時とかは重くてやってらんないですね。で、そこのチェストベルト、ヒップベルトがあって、街中で使用できて2泊3日ぐらい、下手すりゃ男なんで私、3泊4日4日ぐらいだったら、ちょっと下着とか服洗いながらだったら1週間ぐらいいけんじゃないかといった形のカバンを欲しかったという内容になっています。これはね、かなり優れものなんで、正直ちょっとかなりいいなと思って買ってしまったんですけど、なかなか出なくて、年末からこうホームページでも出る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 言ってるのに出ない、12月中旬に出るって出ないんで、店まで何度も足しげく通って買いました。なので、ちょっとこちらですね、使ってみてですね、感想などをお伝えしたいと思いますけど、とりあえずやっぱね、安心とカリバーですよね。私が富士山登らせてもらった時もカリバーのリッチ40タイプ2とかタイプ3とかを、やってですね、同じ40リットルなんですけど、随分スタイルが違うという形で、一回やっぱ昇和してもらうと、安定感が半端ない。やっぱね、肩だけだと疲れちゃう。で、さらにこれ肩もしっかりですね、ベルト調節できるようになってるんですよ。もうなんか完全に山も行ける、これ。っていう仕様なので、ちょっとこちらの方をですね、使ってですね、しばらく旅行とかしてみたいなと思います。このね、ポケットもね、結構ね、夏とか使いやすいんですよ。三脚入れたりね、飲み物入れたり、傘入れたり、いろいろできるんですよね、これがね。はい。なんで、もうちょっとワクワクが止まんないんですけど、早速ですね、よいしょ、こちらの方、早速ですね、こちらの方を使っていきたいと思います。カリマトリビュート40、お値段17,500プラス税という形で、ブラックの他にですね、確かインクっていう色とですね、あともう一色あったと思います。3色展開なので、お店に行ってみてみたりしてください。ホームページで見たらだいぶ印象違いますんで、はい。このね、このポケットってね、簡単なものに入れられるし、カバンに関しても、1個、2個、3個とかいう形で、パソコンを入れるのが一番後ろだったりするんですけどね、入れられるので、ぜひ見てください。でさあ、びっくり寄せした。いいとこ寄せした。これね、盗難防止のためにこうロックがかけられる形のものになっています。これで南京錠入れたりできますので、機内に1個持ってくるんだったらちょうどいいサイズなんじゃないでしょうか。はい。ということで、今回の動画を見てですね、カリマトリビュート40。この人は25と20とかあった時もその気がするんですけど、カリマトリビュート40ですね、ぜひ一度手に取ってみたいなと思う方は、商品リンクは下に貼っておきますんで、ぜひ見てください。で、またこの使用感なんかも今後動画でお伝えしていきたいと思いますので、チャンネル登録と、いいね評価の方もお願いいたします。コメントがあれば、もうすでに使っている方でコメントがあれば、そちらの方もコメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。それではまた。